プロ野球 NPB 激震。統一球変わっていない嘘。日本野球機構、水野。結局、選手何なしの。プロ野球、統一球見直し認定。今季の統一球はよく飛ぶ。プロ野球の選手やファンの間で都市伝説のように広まっていた噂は、本当だった。選手からは、なぜシーズン前に公表しなかったのかと日本野球機構、NPB に不信感を持つ声が聞かれた。飛びやすくなっていた。NPB 認める。ヤクルトの宮本慎也内野手は今シーズン中にボールが順当伸びると昨年との違いを感じていた。仕様が調整されていたことを聞き、ボールを変える、変えないというのは、NPB で決めてもらっても問題はない。ただ、調整を指示した昨夏の段階で、統一球の見直しを行いますとか、正式に発表すべきだった。プロ野球の選手は打った感触で、ボールが変わったのか、変わっていないのかの理由は、わかりますからと語った。そして、統一球導入の時は、シーズン前に発表があった。今回はなぜ、このタイミングでっていう感じ、グラウンドで一生懸命にプレーしている選手が、前足色にされている感じがすると意気通りを見せた。ローソン日本プロ野球選手会の下元博会長、楽天はボールが飛ばなかったシーズンを基準に出来高契約をしている選手もいる。労働条件が変わってしまっていると話した。今年3月のワールドベースボールクラシック、WBC に出場した西武の住谷銀次牧田氏は国際大会で活躍するために統一球を作ったのに、実際は WBC のボールと全然違った。統一球っていうくらいなんだから、しっかり国際基準に統一してほしいと話した。島選手会長は、粉イコールプロ野球統一球。時事通信2013年6月11日、島選手会長は、粉イコールプロ野球統一球。日本野球機構との事務接触の中で、統一球に微調整があったことを知った日本プロ野球選手会の島会長、楽天はボールが飛ばなかったシーズンを基準に出来高契約を結んでいる選手、投手もいる。労働条件が変わってしまっていると怒った。今後、選手会はさらに詳細なデータの提出を求めていくという、統一球の問題のほか、日本代表のあり方なども議論した島会長は、選手たちは日本のプロ野球をもっと良くしようと熱く思っている。相手とは温度差があると不満を漏らした。統一球変わっていないは嘘だった。加藤慎の責任問題に発展も、2013年6月12日、統一球変わっていないは嘘だった。加藤慎の責任問題に発展も、統一球は変わっていた。ローソン日本プロ野球選手会、島本博会長イコール楽天保守と日本野球機構、NPB による事務接触が11日、仙台市内で行われ、飛距離を抑えることなどを目的に11年から導入していた統一球を今期から変更していたと NPB 側が認めた。12球団にも伝えられていなかった事実へ、今後は統一球導入を決めた加藤良三コミッショナー、71らの責任問題に発展する可能性もある。隠されてきた真実は、球界に大きな衝撃を与えた。選手会から統一球について追及を受けた NPB 側の回答は驚くべきものだった。昨年から微調整を言っていた。それが答えだった。昨年は、統一球の反発係数で金を下回るケースが多かった。昨年の夏に、制作する水野社に微調整をお願いした。NPB の下田邦夫事務局長の説明によれば、昨年まで統一球に関して年後、6回の抜き打ちテストを行ってきた。統一球の反発係数の基準値は上限 0.4374、下限が 0.4134、それが 0.4085 と下限を下回るために一定数出ていた。基準値以下の統一球が使用されていた。現場だけでなくファンからも今年のボールは飛ぶとの意見は多かったが、この事実は島会長からプレーしていて明らかに違う。本塁打数の増加や投手の防御率を見ても明らかと指摘され、初めて公表された。水野社に調整を依頼したことは加藤良三コミッショナー NPB 事務局の数人しか把握しておらず、12球団による実行委員会でも報告されていない。今期の公式戦で使用する統一球の4月と6月に行ったテストでは、まだ一部に加減を下回るケースもあったが、ほぼ基準値に収まっているという。選手会から試合が面白くないという問題提起があった。反発係数の基準値を下回ることは問題。代行スムーズに強化するため、去年のボールは紅白戦、オープン戦でなくした年下事務局長。つまり、開幕以降は微調整を施したままに変わった。NPB では選手会に第三者機関の調査結果も提示。それによれば、昨年までの統一球は当初 NPB が想定していた統一球以前の公式球より飛距離の1メートル弦をはるかに下回る3メートル弦だった。それを当初の想定通り1メートル弦の反発係数に戻したのが、今年の使用球だという。NPB 側は、バットの改良、打者の適応などを本塁打数増の理由としてきた。加藤コミッショナーも何も変えていないと公言してきたが、水野社に対して、統一球に関する問い合わせには全く変わっていないと答えるように指示していたという。島会長は昨年までの統一球を基準にインセンチブ契約を結んだ選手もいる。労働条件に関わると事実の解明を求め、今後は NPB が事実を公表してこなかったことが問題として浮上する。真実は明らかになった。選手会は7月に行う選手会総会でも統一球問題について議題とする構え。この席で加藤コミッショナーの責任問題を追及する可能性も出てきた。統一球、日本野球機構、NPB が公平な競技環境づくりや国際大会への対応のために2011年から導入した。水野社製で、中心のコルク芯を覆うゴム材を低反発素材に変更。縫い目も幅が1ミリ広く、高さが 0.2 ミリ低くなった。反発係数を低く抑えることで、水野社の実験では球速144キロ、スイング速度126キロ、飛び出し角度27度で打ち返した場合、従来の球よりも飛距離が約1メートル縮まるとしていた。オリックス森脇監督、もう言ってもいい話でしょう。今年のボールは明らかに飛距離が違う。配球で間違いがあると、取り返しがつかなくなる。日本プロ野球選手会石渡慎介弁護士、飛ぶ、飛ばないということを議論しているのではない。変わるならへんまると言ってくれないと困る。出来高とか投手の攻め方とかも変わってくる。なんでそうするのか、ちゃんとコミュニケーションするべきだ。野球 NPB、統一球を今季開幕より変更し、さっきより飛ぶ球を使っていることをようやく認める。水野社に対しては隠蔽を指示。4、NPB、統一球を今季開幕より変更し、さっきより飛ぶ球を使っていることをようやく認める。水野社に対しては隠蔽を指示。親会社は新聞 TV ネットを受けてくるからな。情報隠蔽はもう手慣れたもんだからなダブル。要は、原因は低反発ゴムの採用なわけよ。ジャストミートしたら NPB 球の方が飛ぶんだけど、1cmでもジャストミートし損なったら MLB より飛ばない。ホームラン打者でもジャストミートでホームランなんてそんなにないんだから、それホームラン減るわけよ。アメリカで開幕試合とか寝言言ってるのもかと、さっさとやめろよ。紅白戦やオープン戦で今シーズンの命運が決まってしまう選手もいるかもしれないのに、随分とひどい仕打ちだな。ブランコが56本超えても素直に喜べなくする作戦か。マジでそんな感じだろ。飛ぶボールは明らかに読売に有利になった。守備で勝ってきた打てないチーム、11とかが上に来るのを恐れてるんだろうな。ボール変えますって言ったら今までのボールは廃棄することになってしまう。そしたら水野にそんなに投げる。だから隠蔽して在庫がスキルまで使ったわけでしょ。悪質すぎる。水野は締め出すべき。水野から個人的に金もらってるばかりいても驚かない。相撲や柔道よりはマシだろうな。日本は伝統のあるものは、大体全て利権隠蔽、私利私欲まみれ。そういう民族性なんだけど、中国や韓国はもっとひどい。アジアだから仕方ない。これピッチャーは分かってたんじゃないのプロなんだからダブル。統一球って世界基準に合わせるって名目じゃなかったんだっけ ?WBC はどうだったの?あの飛ばないボールだったの?なんかがキノコワンナム中になってたプロ野球からしばらく離れてるからか。なんかごたごたしたことしか聞こえなくてちょい残念。ホーム改造したせいかと思ってるマートンかわいそう。また滑るかもダブル。これは野球選手にも比例であり、スポーツを侮辱した行為だな。NPB コミッショナーと水野社長は辞任しろ。それでも野球趣味じゃないと生きられない野球豚はあれダブル。野球は攻撃に圧倒的に有利で、記録に重きを置いている競技だから問題ある。飛ばせばホームランで勝ちの野球派。砲丸投げの重さやゴルフのボールを選手元に変えるようなもんだぞ。サッカーやテニスやバスケは飛んだら飛んだで調整厄介だけど、それにサッカーの場合ボールが重いとか軽いなんて、一回蹴れば一瞬でわかるから不正無理。試合中のゴールキック一回で絶対変化に気がつく。ワールドカップ1年前になるとワールドカップ本番で使われるボールが発表されて、国内リーグや国内カップ戦や親善試合で使われてるから問題ない。人口に対して占める在日朝鮮人の率と、プロ野球業界に対して占める在日朝鮮人の率って異常に高いんだよな。つまりそういうこと。オツ、水野は完全に NPB に責任転嫁してるな共犯だな。NPB で何人自殺者が出るのか楽しみだ。と言いたいがごめんねと謝って終わるので、なんでこんなふうにつまらない嘘をついたんだろ。ここにあったおやつ食べた。と聞かれた子供が食べたと言えずに、
知らないおじさんが入ってきて食べて帰っていったと答えるような幼児性を感じる。記録があるだけまし。大沢親分が日ハム監督時代にそれあったって白状してたわ。よく飛ぶと評判のメーカーのボールを自分の攻撃時にあまり飛ばないボールを相手攻撃時に使うようにしたって、水野に対して口止めしてたってのはもうね、 NPB らしいというか、なんというか裏金でももらってたのかね。それなら水野も大問題だよな。昨年の浅原がホームラン出なかったのに今シーズン代打で打ったからおかしいとは思ってた。問題は単にその企画が変わったことを発表しなかっただけではなく、さらにそれを意図的に隠蔽していたということだからね。なんで黙ってる必要があるのかはわからんが、W 水野は下請けなんだから顧客の要求や発注指導を漏らして言い訳ないじゃん。全部 NPB の責任と思う。 W 水野が受け入れた以上同罪だよ。一方的に仕様変更させるんだから代行は NPB が買い取ればいいのでは。単なる水野の製造ミスなら仕方ないが、他業種も手掛ける水野が反発できないので、業界内のアンパイア団体の時の協力を拒否する力あると思うか。 W 完全に青鳥集団です。 W 論理的に可能性むしろ携わりたいは W キングで、そういや中日の落合が監督だった頃のヤドームが一番怪しいと指摘されてたな。去年の前半に HR 少なかったから水野に指示して変更したんだろ。水野がちょっと飛びすぎる球を作ってしまって言われた。非赤い検査 W 匠の世界はあなたにいい。上やこういう意見が当然出るよね。かっこ笑い。本当にバカなことしたな。野球のイメージダウンだろ。ベーブルースのホームランブームに味しめて狭くしたんだっけ。アトボールのトミモルース登場以降良くなったとか、日本の大下博士と同じか。規格外のホームラン打者は客を呼ぶからね。そもそも統一球メーカー決定のあたりでいろいろ金の動きがありそうだな。 W なごとの PF は異常だからな。今年はどうなってるか知らんけど、野球界は薄汚いことなら守りで、こんなのは氷山の一角。隠蔽工作なんて日常茶飯事。打者の技術があって言って視聴者に印象操作した3解説者も一緒に首にしろ。プロ野球裏の閉鎖性が怖すぎる。別に前の球が火花さすぎるだけなんだから、変えたなら変えた言えばよかったのに。なんで隠してたので、なんでこのタイミングで隠してましたってけどったの。水野が反発なんてするわけないし、ズブズブの関係だろ。マーグルチャーグルだわな。でも仕事取るのにクライアントの指示に従うってのは別に珍しくないからさ。契約の内容知らんが、元から代行分も買取契約だったなら NPB クソ。水野から代行処理まで待ってくれって申し出なら容赦クソかな。日本野球が導入された経緯を調べたらもっと黒い問題が出そうだな。日米の黒い関係がまさか出そう。でもコミッショナーは読売かっこなべつねの犬みたいに言われているけど、なべつねは飛ばないボールに文句を言っていたはず。他球団のオーナーも選手会も否定的な発言をしていて、なぜかコミッショナーだけ頑張ってた。サッカーダブル杯の話題でも嫌なってる中古総理、あなたの笑顔が見たいから頭かかずに汗かききます。太平建設工場 WBC でも突然ホームラン連発した試合があったんですが、あれも裏技を使ったんですか。バットもちゃんとチェックしてるのかね。飛ぶバットかっこ規格外使ってる選手もいるんじゃ。まあ規格外なのを知ってて使ってたのはかなりひどいな。タウリン 1000mg 配合って売ってた健康飲料が中には 700mg のもあったと。それを知っててだまして売ってたようなものだもの。試合の話のみだろ。 W もちろん水野が買収されてるって可能性の話すら出てきてなかったしな。 W 焼き豚ちゃんってその程度なんですわ。水野が買収されてるとなると、むしろ買収されてない関係団体ってどこなのよと。 W メーカーぐるみで隠蔽していた点が非常に汚いんだよ。仕様を変えるならちゃんと工事しろや。こんなのもっと大きく報道されなきゃダメだ。なんで今さらカミングアウトしたんですかね。でも野球ファンは統一球賛成が圧倒的に多かったじゃん。僅差のゲームが増えて面白いとか言ってたし、今頃になって手のひら返して叩いてるとか、みっともねえわ。選手会から追及されてこれ以上隠しきれないと思ったんだろ。何よりも一番おかしいと感じていたのは現場で働くプロだからな。今まで統一されてなかったのにどうやって見分けるんだよ。 W NPB の方が震えている。飛ぶボールに変わってるっていう認識があるのに何の問題があるのかわからん。俺は発表前から水野は造幣局じゃないから平気で嘘を言って書いてきたし、プロ野球は完全に信用失墜してしまったな。普通の企業じゃこんなのありえない。水野も水野がノーと言わないと警察も柔道もプロ野球もどこもかしこも隠蔽体質。もうやだこんな国。ドミナジャパンも怪しいがな。日本ラウンドは飛ぶボールにできたけど、いきなり負けたアメリカラウンドはできるわけないしね。 W カトちゃんビビってる。へいへいへい。キューバも台湾も親日だからね。キューバは超反米でアメリカのは使えないし、かといって自国生産も割が合わないだろうし、だからそういう発表は一応こっそりとはしてきたからな。2010年も阪神がホームで飛ぶボール使う宣言して新井さんが張り切ってたから、 WBC 敗退の加藤のせいにしてやめさせようぜ。 W 変更したのなら素直に変更したと発表すればいいのに。 NPB のボールって球場に行けば一般人でも入手可能なんだろ。さっきのボールと今期のボールの違いを比べてみようとマスコミなんかな。研究機関に持ち込めば簡単にバレそうなことをなんで隠蔽しようとするのかな。結局追及に耐えられずゲロちゃうとかかっこ悪すぎるわ。歴代主要タイトルのほとんどを朝鮮人が占めてるのが NPB だから、主催側のこういうスタンスでも全く驚かない。でも水野は終わったな。選手会は強気の姿勢でコミッショナーの解任要求を突きつけるべき。これは選手全員に知らないうちに捨てる意図だって。ホームラン量産させてるのと全く同じことなんだから。野球はデータではっきり出る。道理で小笠原さんが HR 打てるわけやわ。奥の話は DV 殺人も未然に防いだぞ。どうだ警察はすごいだろというアピールも兼ねてると思う。検査で反発力が基準よりも低い球なめだったため、これが事実なら水野は2年間不良品を納入し続けたってことだろ。さらにそれを直させなかったのは誰だ。もうそういう次元の話じゃないのよ。その検証すら誰も信じない。野球さんは悪くない。ボールを変えたことそのものより、我々なのに観光例出してたことの方が効くわ。みっともねえな。去年まで打ったらボールノート、武者 W 今年間 W 金村ブラナオで、それ打者にも意地がありますよ。その溜まってましたかっこ超。もうバットとかドーピングとかもこの際だから全部ゲロちゃえよ。国際大会が盛り上がることはもうなさそうだし、ラビットに戻したらどうよ。なんで多少のばらつきが出るのは仕方ないよ。自然材料でできてるんだし。嘘つき解説者は誰かな。福本とか岡田なんてのは今年は飛ぶと言ってたわ。金属バットにすればいい。よく飛ぶぞ。ローカルだと飛ぶようになった事前筒で、それにどう対応するかの視点で解説してるからな。 NHK 来ました。 NHK 来たわ。観客の視聴率も嘘だからな。 W 野球の真実は何があるの。そっち数える方が早いだろ。飛ぶ球否定して打者のレベルアップと言ってきた指揮者どんだけいるんだろ。めっちゃ知りたい。 W 今年見に行ったやつに金返せって言われても仕方ないな。資源の節約にもなるしな。 W 今だったら木製バット並みの反発力を持った金属バットくらい作れるだろ。6時台や10までやってたのを見たよ。これは広い意味で言えばある種の妖精でしょ。こういうことが平気でまかり通ること自体にそれ恐ろしさを感じる。バレちゃった。ごめんかっこ笑い。レスンと思っていたとしたら NPD 頭おかしいんじゃないの。それ日本にいた時からドーピングしてた履歴がメジャーで薬物反応出て驚いてたからな。日本と一緒でいるだと思ってたって。アンチ巨人騎士かっこ超。日ハムなんて半端ないぐらい異常に飛びまくるボール使ってたじゃん。酔っ払いに聞いてどうする。 W 変えるならヘネルで最初から発表すればよいのにね。後ろめたい気持ちがあってこそこそやるから批判される。 NPD のお偉いさんが野球を知らない。致命的。 W 野球はデータであることを知らない。ジャビットボールだっけ。さっぱりわからん。ボール変えること自体は普通にあることだから。ともかくとしても野球が数字と記録のスポーツだとすると、勝手に記録の条件とか企画を追って黙ってたのは問題だよな。他の競技連盟が同じことやってたらマジでボコボコになるだろ。どうせジャイアンツだけには教えてたと思う。品質がバラバラ。水野の技術力 W 一般の商品で言えば不良品も混ぜて出荷してバレなきゃいいってひどいな。 W 森野はラビット専用、内海は統一球専用。実にわかりやすい。野球はプロレスと同じ工業なんだから仕方ない。そんなの相手チームも一緒だろ。 W でもボールを攻守で入れ替えられたらお手上げだと思うよ。 W とりあえずこのクソコミッショナーがやめたら、来年から投手のベンチ全キャッチボール禁止とか、そういうしょうもないアメリカナイズもなくなるかな。ナベツネの指示だったんだろ。コミッショナーは辞任しろ。ナベツネあたりが指導してそうだな。水野はグルだから統一球の納入業者資格を記念に剥奪すべき。どんなボール使おうがどうぞご勝手にって感じだな。ファンを騙していたのは最低すぎるだろ。こっそり入れ替えられていたのを知らなかったマヌケな野球ファンは、ホームラン増えている選手とか選手の成長や努力の産物だとか思っていたりしていたわけだろ。 W 選手会やナベツネが統一球にしろって言ったんではなく、統一球導入は加藤の独断だろうに。
それがまるで加藤はドンツ級の被害者みたいになってるのがわからん W。独善的なのは真空ある芝を離したアホだろ W。芝の方が怪我をしない。衝撃を吸収できるだからプロも芝を使ってるわけでな。甲子園が土だからなんて理由で野球部のものじゃない高低の芝を離すって行為が独善的なんだろ。フジテレビでも取り上げてたミズノに対して隠蔽指示したところは報道せず、選手会に知らせなかったことが問題とのこと。一番問題視されるべきなのはウソをついたことなのに、やはり全く信用ならないテレビ局だな。加藤良造氏ね、メジャーの真似をしたってだけだろ。通過球団も選手も検証と思えばいくらでもできたんだぞ。ここまで一切それをしなかったって時点で独断かどうかわかるだろ W。水野は被害者だろ。コミッショナーはまず辞任して首を刺して死ね。なまこの在日御用達の阪神ファンは西岡の守備でも褒めてやれよ W。 低レベル同士を見合いだろ。まず隠すというのはやましいことがあるからだ。騙されようがどうされようが野球が絡むとすぐに野球界をかばう形に脳みそを持っていける。大概バカ丸出しの理屈なんだけど、自分が被害を受けてたということ自体は頭からなくなっちゃう。いや本当にすごいと思う。鈍感力もここまで来ると表彰もの。柔道の上村イコール加藤だわ。どっちもさっさと辞任しろ。校庭の芝なんかどうでもいい。芝生化している学校がどんどん増えてるし、適当やりすぎだよな別ね。加藤の独断武器。今回は騙したやつの肩を持つってか。騙したのは加藤だけ。選手も球団も自分たちと同様に騙されてたって感じだな。球団も選手も検証する能力も金もありませんでした。悪いのはコミッショナーなんです W。 一部の選手には飛ぶバットとか曲がるボールとか取れるグローブとか支給してんじゃね。 MLB では球が滑らないようにキャッチャーのミットに松屋に仕込むこともあるそうだ。こういった小細工は日常茶飯事で行われてるらしい。野球のボールは守備側はどうとでも入れ替えできるけど、サッカーだったら細工した同じボールでこっちも相手も攻撃するからな。ゴールのサイズ素材もまた確かに。NHK でやってたけど数字に出ているのに公表すると困難なとかバカじゃねえの。全球団知ってるに決まってんだろ。おかしいと思えばすぐ検証できるんだぞ。去年のボールも今年のボールもあるんだから、どこの球団も検証しなかったってのがこの件の答えさ。これ結局統一球は飛ばないからって野球関係者の各方面から圧力かけられて、加藤が我慢しきれなくなったから理由つけてラビットかしただけだろ。本当に知ったらね、次はコルクバット解禁か。ストライキして試合棄権しろ。統一球と言いながら、飛ばないボールも混ぜて使ってたかもな。あのピッチャーにはこれを手、八百長ですわ W。今まさに大混乱なのになんじゃそれ W。嘘つきは水野の始まり。ちょっと待て、その統一球、飛ぶボールかも。ラビットボールではないぞ。去年より飛ぶってだけ、野球部と坂部隊ってるやつも、ちらほら見受けられるな。どちらも、というかそれら含めて全員が NPB は嘘つきという認識なのがすごい。信頼度ゼロってなんだろ。唯一 NPB が何しようが俺らには関係ねえというプロ野球ファンがいるみたいだな。ここまで来てもプロ野球を見るやつですら応募できない NPB って何なんだろうな。メディアもそうだな。当事者の選手やファンも結局だんまりになるのが常なんだよな。普通は問題が起こったら対策案を練って実行する。実行することでイメージを回復させるってのが王道なんだな。野球に関しては問題を矮小化させることから始まってる。選手は生活かかってるんだから、こんなコミッショナー早くやめさせろよ。一昨年から低反発の統一球をしよう。去年はさらに低反発かっこ基準値未満のボールをこっそりしよう。今年いきなり反発数を上げたボールをこっそりしよう。でさすがにバレて問い詰められて発覚したわけよ。下田事務局長によると、昨年までの検査で反発力が基準よりも低い球が目立ったため、製造している水野社に昨夏に修正を指示し、今季開幕から新球を使用していた。この言い方だと去年の球は水野の統一球が不良品で全然統一されていなかったことになるね。普通はメーカーを変えるくらいの信用問題だろ。なんで不良品メーカーの水野に今年も依頼したの。この事件は野球ソフトボールのオリンピック競技復帰活動にも影響するかな。日本のプロ工業という局地的なことと見てくれればいいな。テニスとかバレーもそうだよね。だからさ、ボールを送るくらいなら金属バットにすればいいじゃん。日本ではアマチュアはすでに使ってるんだからすぐに導入できるでしょ。ボールなら騙せるがバットだとバレちゃう。だからバットじゃ困る。そういうことなんでしょ。ガッツに HR が出るくらいだから怪しいとは思ってたが、加藤さんさ、元外交官なのに本当にやり方が下手だよね。こんなんが外務省で大きな顔してたんだから、それ日本が外交ベタと言われるはずだ。各方面からの圧力ならすぐ公表してた。ある一人からの圧力だったから隠した。内緒で変えたのは単に統一球導入の責任問題から見えただけだからな。本当クソつまんねえな。ピッチャーはいい時代だったって思ってるよ。所詮野球だからな。はあ、坂部たち言わないかな。今のボールの在庫がなくなったら向きになって、去年までよりさらに飛ばないボールにするんだろうな。外務省のトップエリートがいかに無能が証明したわけだな。どんどん飛ぶボールに変えてくだろ。それが球団と見に行くファンの望みなんだから。今年初めて伸び足表というのを見たけど、阪神巨人は知ってたのかね W。 言ってた W。 西岡も当てただけの手打ちポップフライでアチャって顔してた。浜風乗ったのもあるけど、それでもありえないくらいに伸びていった W。 内海の名前上げてるのもいるけど、どんだけ違和感なんだよ。内海が調子落としたのは交流戦。その前までは完封試合も悪くな調子は良かった。統一球以前も成績残してる選手だろ。2010は怪我の影響で成績落としてるから誤解されてるが、徹底的に説明してもらいたいが、 NPB は柔道と違ってメディアを中心に圧力かけまくるだろうから、多分そんな問題にはならないんだろうな。やましいと思ったから隠蔽したんだな。マスコミが飛ぶボールに変えたって報道するのやめてほしい。飛ばないボールを普通のボールに変えただけなのに、ノクソ W。 てかホームラン打つたびに選手は飛ぶボールだからな W でハハハって笑われちゃうな。近々ゼロの攻撃側の時だけ飛ぶボールを使ってるとか言い出すぞ。もうすでに少し反発を抑えたよ。なぜかサッカーだけを始める野球部と面白い。 NPB の隠蔽体質は相変わらず。上層部は踏んだが、野球自体はサッカーより面白い。プロ野球はスポーツではありません。プロレスと同じ工業ですと宣言すれば済む問題だよな W。 おかわりとか巨人のデブ2人とかスポーツ選手には全く見えないもんな。もう中枢からジジイども追い払わないとダメだって。いや元に戻っただけなんで、このまま元の球でやっていけば何事もなくなっちゃう。今年だけじゃなくこれからもずっとだよ。打っても打ってもボールを変えたからな W と未来永遠野手は言われることになった。もう野手の記録なんて何の意味もない状態をプロ野球自身が作り上げた。このスレッドは線を越えました。もう書けないので新しいスレッドを立ててくださいです。